やっぱりですね、今でもまだあるので、やっぱりそれなった場合、海外旅行保険というのをちゃんと今ないと、今の時点ではですね、フィリピンに入れないというのがあるんですけども、カードの保険、旅行保険とかですね、入院費用というのはですね、例えば僕のケースだと食中毒で4日間入院したことがあったんですけども、キャッシュで払ったのは、保険とか無視してキャッシュで払ったのは、4万円ぐらいだったので、それ個室だったんですよね。なのでやっぱりそこそこ高いんですけど、フィリピンでは相当高い金額なんですけども、日本からしたら普通というか、そんなに高くないかなっていう感じですね、日本円で考えると。で、衛生面の不安とかもあるんですけども、そこは外国人が行くようなちゃんとした病院、例えばマニラだったらマカティメディカルセンターとかだと、きちんとしてますし、看護師さんもちゃんと来てくれて、お医者さんもちゃんとしてるので、そこは日本人でも不安ないかなとは思いますね。あと犬を一緒に連れてき